今日は青森県産のリンゴをたくさん買いました。なんか見た目があんまり良くないっていうことでお安く買えました。こんにちは。私は友達とキッチンカーをするのが夢なんですけど、包丁が本当に使えないので、今日はこちらのリンゴを使って包丁の練習をしていきたいと思います。一応言っておくと、お菓子作りはできますね。ちょっと何もできない人だと思ったら悲しいので、でも本当に包丁使えないので、今日は頑張ってこちらのリンゴを剥いていきたいと思います。剥いていきます。包丁使うの怖い人はくし切りにしてから一個ずつ剥いていくといいよってネットで書いてあったので、その方法でまず1個目はやっていきます。ああ、もったいない。これちょっと種の部分がうまく取れない時がある。やばい、変色してるぞ。あ、この切り方いいな。こうしよう。皮を剥いていきます。本当に終わり。おお、剥けましたよ。じゃあ2個目切っていきます。包丁の方を動かすのとこっちの方を動かすのどっちがいいんだ。よし、2個目。ウサちゃんリンゴとかならできそうかな。ウサちゃん、こんな感じで塩水につけました。ちょっと食べたくなっちゃったので今から食べてきます。うん、ごちそうさまでした。次に行きます。今度はこのあのグニョグニョってあるやつで行きますね。最初どうやって始めるんだ。これで終わっちゃった。え、待って、さっきから本当にこれ終わっちゃう。あー、ちょっとなんか、ここまで向けてる方とこれしかできてない方、じゃあ これしかできてない方ちょっとやりますね。あとちょっと、これ上のところとかってどうする。ここのとこと、このところ切ってから切ればいいか。さっきのあの、くし切りにしてからこの部分切ればいいか。くしゃみ出る。花粉症だ。お、なんか本当だんだんコツを掴んできましたよ。お、いいね。天才だな。自画自賛しちゃうってこれだけで。切れた。割れた。食べちゃおう、証拠隠滅に。うんうんうん。こんな感じでちょっとだけ続いてるのも頑張りますよ。3玉目。じゃあこの1個にしよう。これ3個目にして結構リンゴマスターしてるかもしれない。これもしかしての。でも本当に慣れてきた。見ててそう思いませんか。こんなにすごくないですか？でもなんか今回切れないようにって思いすぎてちょっと分厚い気がする。ピラーン。え、3個目でこれって結構上手くないですか？なんか人力車の時によいしょっていうのが口癖だから、日常でもよいしょってすごい言っちゃう。よいしょ。 OK。じゃあこんな感じでたくさん切ることができました。これで一玉はもうすぐ食べちゃったから二玉分あります。今日はちょっと手が疲れちゃっておしまいにします。はい、今日はこの間ちょっと手が疲れて三玉しかいけなかったので、その続きを切っていきたいと思います。その間結構キューっていっぱい、あ、ちょっとまたコツをつかむまで長いかもしれないですね、これは。全然できなくなっちゃった。この間3個だったから切りよく10個剥きたいから今日7個かな。 YouTube の企画としてはすっごく地味だけどすごく難しいな。こんな感じでなったんですけど、これ手元が映ってないのか今。はい、上手です。褒めて伸びるタイプなのでたくさん自分を褒めたいと思います。すごく上手ですね。久しぶりの
やつ。今日はくれ毛なしバージョン。中学生みたいな髪型になってしまった。あとやっぱ企画をなんかやりたいことはいっぱいあるけど、みんな何が見たいかなって、ぜひぜひコメント欄とかでこういうの見たいですっていうのをコメントしてくださったら嬉しいです。いい感じのがあったら採用させていただくかもしれません。よし、なんかすごいいいペースじゃないですか。お、あと一個。いや、なんかもう手がやっぱり疲れてきちゃうな。とりあえず4玉目終わりました。ちょっと、うん、いっぱいあります。はい、じゃあどんどんいきますよ。今度5玉目。今度はじゃあなるべく長く長くいけるように、全部そうなんですけどね、ペローン。手が疲れてきた。もうこんな感じ。ここで切れました。まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫。こんな感じ。あ、ちょっと腕まくします。 OK。 めっちゃ BGM 流したい。みんなは何の曲を聴きますか。そうそう、あ、生配信じゃないんだ、ライブとかじゃないから、あ、そうなんですねみたいなとかできないんだ。あ、なんかね、ほんとライブとかやったらすごい楽しそうだな。ライブいいな。ライブやりたいです。ちょっとみんな、ライブやりましょう。ね。ライブ。なんか視聴者の人からしたら、この切り方結構怖いのかな。出てきちゃうよ。よし。何玉目だっけ ?3、4、5玉目。完了しました。一番長かったのは、あ、切れた。つながってた。6玉目。薄く薄くね。なんかなってる。プロのなんか、リンゴ向き講師の方とか、お招きしたいな。ちょっとブヨブヨのとこが気になるので、もう先に割ります。スパン。あ、もう結構中の方まで手術した。OK。6玉目。今度7玉目いきますよ。なんかすごいいい感じじゃない。すごい薄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 い。なんか手の力が入らなくなってきましたよ。ちょっとこれで終わりにしよっかな今日。これ7玉目だから、またちょっと違う日に8、9、10やろうかな。10玉むきたいから。 OK。 こんな感じ。じゃがいもに見える。本当にジャガイモみたいな。ピッピッ。OK。ラストのやつ。今日は、4、5、6。6玉 ?7 玉剥きました。あと、8、9、10。じゃあ次回、次の時に、8、9、10をやりたいと思います。とりあえず今日は一旦、いっぱいあるから。おしまい。では今日は8、9、10玉目を剥いていきたいと思います。またちょっと久しぶりなので、もしかしたらあんまりうまくできないかもしれないんですけど、頑張ります。ちょっとまた下手になってる。この間はお家でアップルパイ作ってもらったんですよ。でも今日は私がタルトタタン風パウンドケーキを作りたいと思います。8玉目完了。9玉目頑張るぞ。丸どんどん切っていくぞ。これで9玉目完了しました。じゃあラストの10個目切っていきます。いい感じ、頑張れ。集中力が消えてきた。すごいな。10玉切りました。
では、今からタルトタタン風パウンドケーキを作っていきたいと思います。こんな感じでカラメルになりました。リンゴを入れました。リンゴとカラメルの匂いがすごい。出します。えい。これで中火で10分煮込んでいきます。わあ、湯気になった。パウンドケーキ型にリンゴをいい感じに敷き詰めていきます。ふにゃふにゃだからつかみにくい。ごめんなさい、刺しちゃった。ぎゅぎゅぎゅ。あ、余熱が終わった。思ってた以上に早かった。ボウルにホットケーキミックスと溶かしたバター、溶かしたバター、お砂糖、あと卵、カラザを取ります。よいしょ。で、これを加えます。で、混ぜます。混ぜ。そしたらここに生地を流し入れていきます。オッケー、全部きれいに取れた。こんな感じで表面をきれいにしました。これをオーブンで焼いていきます。いってらっしゃい。スタート。帰りなさい。すっごくいい匂いで美味しそうに出来上がりました。では実食していきたいと思います。いただきます。本当に美味しい。タルトタタン風パンケーキ大成功。今回はリンゴを10玉剥いて包丁が上手になるのかちょっと練習してみたんですけど、10玉剥いたら、なんと包丁が怖くなくなりました。今回の企画で包丁にも慣れ、パウンドケーキもとっても美味しくできたので、キッチンカーの夢実現に向けてこれからも頑張っていきたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。バイバーイ。